マキシム・トランコフ、マキシム・レオニードビッチ・トランコフ、1983年10月7日帯は、ロシア、ペルミ出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、妻のタチアナ・ボロソジャル、マリアム・ホルトワ、ナタリア・セェスタコワなど。2014年、ソチオリンピック金メダリスト、団体戦金メダリスト。2010年バンクーバーオリンピックロシア代表。 2013年世界選手権優勝。2014年12月31日、旅行先のバリでパートナーのボロソジャルにプロポーズをした。2015年8月18日、モスクワで挙式を取り行った。ブライズメイドの一人として、アデリナ・ソトニコは、ベストマンとして、ステファン・ランビエールとヒョードル・クリモフが、式に立ち会った。2017年2月16日、 第一子となる女ジ児ジが誕生した。ロシアのペルミに生まれ、4歳頃にスケートを始めた。ジュニア時代の初期に、ナタリア・シェスタコアラとペアを結成するが思うような、成績も残せず、新たなパートナーを求めて、サンクトペテルブルクに拠点を移し、2003年に、マリア・ムホルトワとペアを結成した。2003から2004シーズン、マリア・ムホルトワとのペアで臨んだ。 ISU ジュニアグランプリの2大会で連続優勝し、JGP ファイナル及び世界ジュニア選手権では3位となる。翌2004から2 0 0 5シーズンには、ISU ジュニアグランプリの JGP ハルビン、JGP ブラウエン・シュベルター・サカズキで連続優勝、JGP ファイナルを模成し、世界ジュニア選手権も優勝を果たし、ジュニアクラスのタイトルを総なめする。 またシニアクラスの ISU グランプリシリーズにも出場し、ロシア杯では6位に終わったものの、冬季ユニバーシアード競技大会では3位となるなど、シニアクラでも頭角を表した。2005から2006シーズンによりシニアクラスに本格的に移行し、2006年世界選手権にも出場。2007から2008シーズン。 初戦となったエリック・ボンパール杯では ISU グランプリシリーズで自身初の表彰台なる3位、次戦のロシア杯では自己最高得点をマークしたものの4位となった。フィンランデア杯では優勝、初出場の欧州選手権では2位となった。2009から2010シーズン、エリック・ボンパール杯では ISU グランプリシリーズで初優勝、欧州選手権では2年連続の3位となった。 バンクーバーオリンピックでは7位、世界選手権では自己最高の4位となった。世界選手権の後、マリア・ムホルトワとのペアを解消し、新たにタチアナ・ボロソジャルとペアを結成した。2010から2011シーズン、ボロソジャルとのペアで出場したロシア選手権では、SP、FS で共に1位となり優勝した。ISU 主催の初めての大会となった。 世界選手権では銀メダルを獲得。2011から2012シーズンはグランプリシリーズに参戦し、2大会で優勝。グランプリファイナルでは2位となった。ロシア選手権は欠場したが、欧州選手権で初優勝を果たす。世界選手権は SP で8位と出遅れたものの、FS で巻き返し、2年連続で銀メダルを獲得した。 2012から2013シーズン、グランプリシリーズは2連勝、グランプリファイナルは初優勝、ロシア選手権では2連覇を果たす。欧州選手権の3日前、1月20日に、父親が亡くなったものの出場。初めてアリオナ・サフチェンコ、ロビン・ゾルコービ組を破り2連覇を果たしたが、エキシビションは欠場した。世界選手権では、FS と総合得点の歴代最高得点を、 更新し、初の金メダルを獲得。2013から2014シーズン、ネーベルホルンハイで優勝。SP では、史上初の80点台、FS でも、史上初の150点台を出しすべてで、歴代最高得点を更新した。スケートアメリカでも、歴代最高得点を、さらに更新し優勝。グランプリファイナルでは、SP 首位に立つも、 ジャンプの失敗が影響し2位。ロシア選手権は試合間隔が狭すぎるという理由で欠場した。欧州選手権では SP でシーズン3度目の歴代最高得点を記録。FS では2度の転倒があるなど制裁を欠いて2位だったがリードを守りきり3派を果たした。ソチオリンピックの団体戦では SP に出場し1位となり、ロシアの金メダルに貢献した。 個人戦ではシーズン4度目の歴代最高得点を脱出に立ち、FS でも1位の完全優勝。地元開催のオリンピックでペア選手が優勝するのは初めてのことである。2014から2015シーズングランプリシリーズは肩の怪我から回復し、シーズンを万全な体制で迎えたいという考えから出場は見送った。11月9日に練習を再開したが、 肩の怪我が悪化し、ドイツのミュンヘンで手術を行った。最終的にはシーズンを休養し、トランコフのリハビリと消失縁に時間を当てた。2015から2016シーズン、ネーベルホルンハイで復帰し優勝。エリック・ボンパールハイでも優勝したが、NHK 杯は、ボロソジャルの足の怪我を理由に出場を辞退した。ロシア選手権では3度目の優勝を果たし、続く、 欧州選手権でも2年ぶり4度目の優勝を飾った。世界選手権では6位。ペア結成以来初めてメダルを逃した。2016年5月8日、2016から2017シーズンのグランプリシリーズの欠場を発表した。9月11日にはシーズンすべての試合の欠場を発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。